はい、どうも皆さんこんばんは。ガクチャンネルのガクです。今日はですね、この新しいパソコンをね作ったということでね、ずっとご紹介してますけど、どのくらいね、古いパソコンから、こう性能が上がったかっていうのをね、測っていこうかなと思います。ただ、ベンチマークするだけじゃねなんかちょっと面白くないので、編集のね、環境がどのくらい変わったのかっていうのも見ていただこうかなと思ってます。これ今見ていただいている画面は古いパソコンの方の、画面に、なりますね。はい、で、これ今このね出てる分は何ですか、前に見ていただいた動画もね、 YouTube で公開している動画をちょうど10分、ジャスト10分で編集をし直してね、それをですね、古いパソコンと新しいパソコンどちらにも、入れて、で何ですか、編集のねこのプレビューの感じとか、あとエンコードしてね、ファイルを出力するところまでを、ちょっと見ていただこうかなと思います。はい、ではね、とりあえずプレビューの方なんですけど、とりあえずフル画質の方でねやりますよ。負荷がね大きい方ね、プレビューで、ではねちょっと再生をしてみましょう。どうぞ。折りがしね、この最初はねマシなんですよ。はい、どうも。今はね懲りずにまた平城宮跡の方に来て、で大相撲アクションのねジンバルライダー M にねつけてというのをもう一度やってます。ただ大相撲の方をねちょっとこう改良をして、ジンバルの方からのねノイズが直に入らないようにちょっとみたいなのをねやってみました。はい、今ねちょっと、触りだけ見ていただいたんですけど、どうでしょうか。画面自体がカクついてる、これでもねかなり調子がいい方です。これオズモアクションの、動画で、本当に取って出しのやつをこうデータとしてね貼り出してるんで、わりかしね映像のデータとしては軽いっていうか、エフェクトがカラグレとかしてないんでね、わりかし軽いデータになってます。だからまだマシな方なんですけどね。でも音飛びとかもちょっと発生してたりしてましたよね。ちょっと写真なんか入れたところどうかなと思ってちょっと見てもらいましょうか。はい、なんていうか今ちょっと写真でも載せておきましょうか。こんなところで、食べて、ちょうど京都と奈良のこう境目にあるとこなんですけど、だから国境食ですね、なってるんですけど、これもまだわりかしちゃんと動いてるかな、まだマシな方だと思います。でもやっぱりカクついてますよね。で最後のところちょっと見てみましょう。このまま、出ようかなと思います。よいしょ。はい、もうこれ完全に止まってましたよね今ね、画面がね。もう一回やってみましょう。ちょっと動かないですね。こんなことが起きるんですよ。多分ここのところをこう何回か再生してあげると治るんですよ。めんどくさい。このまま出ようかなと思います。よいしょ。はあ、気持ちいいな。はい、ということでもう今もうぐちゃぐちゃでしたよね。動画もかなり飛び飛びで、なんですか、エフェクトも音声も途切れ途切れになっちゃってましたけど、こういうね、状態に、なります。これが古いパソコンのね、状態ですね。はい、
じゃあ次はこのままエンコードをねちょっと一回してみましょう。出力ね、書き出しで、はい、H264 で、これもね新しいパソコンと同じ設定でやりますから、これでね出していきましょう。はい、ではね今から書き出しをしようと思います。タイム測りますね。一応いきます。よーいドン。はい、どうも、今、終わりましたね、エンコード終わりました。かかってる時間はね、だいたい14分くらいかな、14分、約ね、ただし、まあ、正確な分はどのくらい 秒までね入れると、それはあっちね、動画の編集の時にまた確認をしてテロップで今入れときます。こんな感じですね。はい、では、とりあえず、旧の PC ではここまでね、になります。で次はね、環境を変えて新しいパソコンね、PC の方でどのくらいの、動きになるかっていうのね、見ていこうと思います。まあ旧のパソコンではだからここでプレビューがあんまり効かないので、結局はこうやって動画を書き出した後ね、書き出した後にこうやってね動きをちゃんと動いてるかなっていうのをね、確認するっていう、形でやってました。だからすごくね、面倒くさいっていうかね、最終確認が、出力してからじゃないとできないっていうのはすごく、なんですか、ストレスに なってたんですね。はい、ということです。ではちょっとね、新しいパソコンの方を準備しますんで、少々お待ちください。ではでは。はい、どうもお待たせをしました。新しいパソコンの方ですね、今、環境を整えたんですけど、ちょっとね失敗をしてて、また旧のパソコンの方でどうも PC の音声をねキャプチャーちょっとできてなかったみたいなんで、もうそれもちょっと、取り直しがねもう何回も及んでるでね、もうごめんなさい、音声なしで、とりあえずね、まあでも動画のカクつきとか動きはね、見ていただけたと思うんで、まあ十分かなと思ってね、もうそれで旧のパソコンはごめんなさい、それで、終わりですね。とりあえず新のパソコンの方はちゃんと音声もキャプチャーできてるか、もう一回ね今確認をしたんで、これは大丈夫だと思うんでね、今からちょっと、動きをねまた見ていこうと思います。この新しいパソコンではねとりあえず、再生をしてみましょう。プレビュー画面ね、でいきます。あ、ごめんなさい、フル画質になってなかったね。はい、どうぞ。はい、どうも。今はね、懲りずにまた平城宮跡の方に来て、で大相撲アクションのね、ジンバルライダー M にね、つけてというのを、もう一度やってます。ただ大相撲アクションの方をねちょっとこう改良をして、ジンバルの方からのねノイズが時間に入らないように、ちょっと苦しい。はい、まあ、ここまで見てもらっても全然ね動きが違うのが分かったと思います。カクつき一切ないですよね。そうみたいなのね、つけて、すごくね、滑らかに動いてます。ちょっと写真のとこも行ってみましょうか。今ちょっと写真でも載せておきましょうか。ちなみにこの再生ボタンを押してもすぐに反応しますよね。こんなところで食べて、ちょうど京都と奈良の境目にあるとこなんですけど、だから国境食堂ってね、なってるんですけど、はい、エフェクトも非常にスムーズで、
ここの最後のね、このフェードアウトのところ、あのそこはね、ね、なんかはさっきの、前のパソコンではもうパシッとね、なぜかフェードアウトうっすらしていくのがこうプレビューでかけるとパシッとね、消えちゃうとかいうことになってました。で一番最後が問題だったんで、ここね最後のところちょっとここやってみましょう。はい、このまま出ようかなと思います。よいしょ、はあ、気持ちいいな。風が、はい、まあ当たり前ですけどすごくスムーズにね、映像が流れてます。だからこのくらいのやっぱりね、もう全性能差がやっぱりありますね、全然スムーズ ね、 ね、どこへカーソルをパッと持ってって再生してもジンバルのもほらだいたいねもうパッとこう すごく早く、反応します。まあ、当然ねこれCPU パワーね、タスクマネージャーこの CPU ね、36コア、まあ、実際のコアは18コアね、の36セレットっていうことで、この CPU パワーと あとはやっぱり一番やっぱ大きなディスクがね M.2、高速なディスクで、動かしてるっていうのはやっぱり、理由かなというふうには思います。じゃあとりあえずね、さっきの実験と同じようにエンコードね、書き出しをしてみようと思います。で同じように H264 で、このあこれちょっと前のやつあ違う違う違うねテストデータ、ですね、はい、よいしょ、ここに動画データを置いているところにねそのまま保存をします。前のやつもそうやってやったんでね。じゃあ行きます。はい、スタート。あ、ちょっと、タイムだけ見ておきますね。行きます。はい、スタート。はい、どうも皆さん、お待たせしました。今ね、エンコードが終わりました。はい。で、時間なんですけど、だいたいね、7分から8分くらいかな。また正確に動画で測ったやつは今テロップで出します。ドンね、こんな感じです。でさっきのやつと比較してこんな感じになります。ドンね、ということでもう今大体の目安で前のやつが14分くらい、今のはまあ7分8分くらいということで、もう全然ねもう半分くらいの時間で終わっちゃってるっていうことなんで、やっぱりすごいなっていうね、かなり、そこら辺の、まあ、これ10分の動画でね、こんな結果になってますんで、僕の動画だいたい長いんでね、かなり負担が軽減されるんじゃないかなということですよね。はい、ということで、まあ、動画のあたり、まあ、編集環境とかは、まあ、この辺にしといて、ベンチマークねの方を行ってみようと思います。ベンチマークね一応3つ用意しました。ファイナルファンタジーのベンチマークね、はい、これ設定はねこれ最高品質で、まあこれで多分これやったら全部ね、なると思うんですよ。で、あ、そうそうそう、で一応ねこれちょっとまだ借り物でね返してないんですけど、RTX2080Ti を入れてます。まあそれもちょっと影響してるかな、さっきのスコアね。まあ、実際は1080で編集ずっとやっていくと思うんで、まあこれも欲しいですけどね、実際ね。まあとりあえずねベンチマークはこれでいこうかなと思ってね、そのまま入れてます。これを終わったら返すということで予定してます。であと、クリスタルディスクマークね、これは C ドライブM.2 に対してのテストを行います。どのくらいの速さがね出るか、ということです。ここら辺もねなんかね何ですかこの専用のねウエスタンデジタルの専用のなんかこうソフトでなんかこう最適化ゲームに最適化みたいなのもできるみたいなんですけど、
とりあえずもうデフォルトのまんまでやってどのくらいの数字が出るかということでやってみようかなと思ってます。まあ、こんなツールがねあるんですけど、ちょっと使い方も僕よくわからないので、もうデフォルトのままいきます。で、あと、もう一個、これは CPU の多分ねベンチマークだと思うんですけど、はい、これをねちょっとやってみようと思いますね。これ一番最後にしましょうかね。はい、よいしょ。じゃあとりあえず、まずこのねファイナルファンタジーのベンチマークからいこうと思います。じゃあこれはねちょっと音声もあって、まあ実際の動画のこう動きみたいなのも見てもらった方がいいのかな。僕もゲームあんまりよくわからないんで何とも言えないですけど、もうそのままねぶっ通しで再生していきます。なんていうか早送りせずにね。だからもし見たくない人はもう飛ばしちゃってください。じゃあ今からいきます。ではでは、ドン。
ということで今ね、ファイナルファンタジーの、ベンチマーク終わりましたけれども、一応この数字11,799ということで、まあ、これがいいのか悪いのか僕はあんまりよく分かってないんですけど、まあ参考にしていただけたらと思います。ではとりあえず、ディスクの方ね、ちょっとチェック、 C ドライブの方ね、チェックしていきます。一応ランダムとかいろんなね、まあ一応クリスタルディスクマークのもう初期のデフォルトの状態で、チェックをしたいと思いますのでよろしくお願いします。では行きます。はい、ということで、今ね、一応クリスタルディスクマークの方のね、検証が終わりました。まあ、結果としてはこのような形になります。まあ、速度とかね、まあ、どのくらいのこう違いがあるかっていうのは、まあ、気になってる製品とね、多分このクリスタルディスクマークの、数値っていうのは、まあ、いろんなところでね検証されてると思うんで出てると思うんで、まあ、気になってる製品とね、比べてもらったらと思います。僕が使ってるのはあれね、ウエスタンデジタルの、さっきもちょっと言いましたけど、まあ、最新のになるのかな、 M.2 の、ものになります。まあ、詳しくはね概要欄の方に、載せてますんで、また気になったら見てもらったらと思います。じゃあ最後ね、こちらの方 CPU のテストねやってみましょう。このソフトも多分ね有名なソフトなんだと思うんですけどね、とりあえず CPU のテストということでやっていきます。では行きます。はい、ですね、今検証が終わりました。一応今回の、数値が8157ということで、前にやった時が多分この8226ってやつだと思うんですけどね、まあ、大体似通った数字になってます。まあ、こんな感じ、ねですね。まあ、これもまあ一つの目安にしていただけたらと思います。まあ、一応今回ね、3つやりました。これ以上ちっちゃくならないのかな、今度かな。はい、今回3つ、検証しましたんで、何かのね、参考にしていただけたらと思います。まあ、僕は前から
言ってますけど、ゲームはあんまりやらないんで、とりあえず最初にご紹介した編集環境がね、こう大幅にね改善されたというのは非常にね良かったなというふうに、ちょっと編集しながらね、思ってます。まあこんだけねお金かけてるんで、まあ改善してくれないと困るんですけどね。はい、ということで、まあなんていうか、とりあえず PC の、部品関係ね、どういうのに作ったっていうのはもう概要欄に全部一応載せときますんで、まあなんていうか、それとちょっとね、買いたいなと思ってる製品と比べたりとか、まあまあ僕が使ってる部品とかをまたね、もしよかったら使って買ってもらったらいいかなと思いますんでね、また参考にしてください。そしたら今日はね、この辺で失礼しようかと思います。またね、チャンネル登録されてない方いてたら、どうぞよろしくお願いします。まあドローンネタもね、最近ちょっとご無沙汰してるんで、また何かあればね、そちらの方もやりたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。そしたら今日はこの辺で失礼します。さよなら。バイバイ。